はい、サニちゃんです。今回はシルバニアファミリーのトレーラーを開封します。今回のトレーラーなんですけれども、海外版ですね。はい、フレア社のものとなります。トレーラーっていうのはね、このね、写真の通り車の後ろにつなげて、こういったね、いろんなものを乗せて引っ張ることができますよっていう、荷台っていうんですかね、そういったものになりますね。もうこういうのはね、もうすごい海外っぽいですよね。ちょっとじゃあ一周見てみましょう。こういうね、お写真載ってますよ。こうやってね、なんかたくさん浮き輪とか載せてます。バーベキューとかに使うね、椅子とか、はい、こんな感じです。はい、後ろです。これね、カヌーとかね、乗せてたりしてますね。はい、で、こちら側で、はい、一周しました。では開封します。はい、開封しましたね。これかわいいですよね。なんかね、クリーム色ですね。白っていうよりかは少しちょっとね、クリーム色な感じですね。もうほんとシチューの色みたいな感じですよ。こうやってタイヤもね、車と一緒でプラスチックのタイヤですね。全く一緒のタイヤですね、これがね。一周するとこんなね、後ろもちゃんとテールランプもついてますよという感じでね。こんなちょっとカーブしてる感じもすごくおしゃれだと思います。こうやって一周しました。ここですね、ここの先にこれですね、このパーツをつけて車で引っ張ってもらうっていう感じですね。こうつけてみますね。よいしょ、うん、結構カチッとはまりますね。でもこうやってね、こう動くんですよ。だから車でこう引っ張ってもらっても大丈夫なように、ちゃんとこのね、可動が素晴らしいです。こうくりくり、ね、回りますね。で、結構硬いので取れないですね。これね、単体で見るとちょっと確かに味気ないので、これね、やっぱり車に引っ張ってもらってなんぼって感じですよね。必要なのはですね、これですよ。これ車のナンバーのシールですね。ナンバーね、ついてないと走っちゃいけませんから、公道はね。これ貼りたいと思います。うちの車ね、これですよ、 LOV3LY ってやつを貼ったのでね、同じやつ貼ってみようかなって思います。はい、では牛さんの車をお借りしてつけてみたいと思います。パーツのですね、ここをこの車のナンバーにね、かぶせる感じですね。やってみますね。はめて、でちょっとね、こうグッとね、押します。ちょっとパチンって音がするんで、そしたらね、もうこうやって走れますね。取れないですね、あんまり簡単には。こんな感じです。こう走ってこうカーブとかしてもね、ちゃんとついてくるんでね、素晴らしい、もう本物みたいですよ。ね、可愛いしかっこいいしって感じです。せっかくなんでね、かっこよく荷物乗せてみたいと思うんですよね。これ例えばボート、ちょっと大きめじゃないですか。これをね、かっこよく乗せたいなと思って、よいしょ、ちょっとこうね、見える感じにしてみたいね。でこれね、オールもなんかいい感じに乗せたいですよ ね。こんな感じかな、こんな感じ、うん、でこれね、森のお家で買ったチェア、ね、これかわいいんですよ、すごい。こうやってね、これこういう椅子ですよ。こうなんか倒すっていうかこともできますよっていう、こういう椅子ですよ。例えばこういうのとかもなんか乗せたいですよね。とか乗るかな、はい、こういう感じがちょっとワイルドでいいのかな、ね、こんな感じ、うん、なんかちょっとリゾートに行くんです私たちみたいな感じですよね。はい、ちょっとなんか今妄想の世界に入ります。はい、今回はシルバニアファミリーのトレーラーを開封しました。人形とかね、お家とかそういったメインのものじゃなくて、こういったね、小物もね、可愛いのがやっぱりシルバニアファミリーのいいところだなと思います。ちょっとこうやってね、車とセットで飾ったりしても可愛いかなって思いました。はい、それでは今回も見ていただいてありがとうございました。サニちゃんでした。バイバーイ。